こんばんは、辰徳です。今日も晩飯のメニューと体重の変化を記録投稿していきます。フライパンにウインナーを入れます。もやしを入れます。今日は日曜日なので快便ですし、ゆっくり精神的にもできてますから、昨日より体重が減ってたらいいんですけどね。しっかり食べて、口角が切れる、俗に言う悪口ですね、それになりましたから、ダイエットは休止して、しっかりとナッツ類と ドライフルーツで海苔ですねを食べるようにしています。加えて明日レセプトを郵便局に持っていくので、その分買い物に行ってバナナとできれば卵を買って、で栄養の補給ですね。口角が切れるのはビタミン6とビタミン12やったかな、ビタミン2とビタミン6やったかな、何してもビタミン不足なんですよ。でそのためには鶏の胸肉とか卵とかバナナとか海苔とかを食べた方がいいそうです。そうですっていうのは勉強で習って覚えてる範囲がそうですんで、確認しました。うろ覚えとか、勘違いがあってはいけないので、確認するとやっぱりそう書いていましたね。だからその基準で買い物を明日します。で、今日までは中橋のりですね、家にあるもので補えるものを食べていましたが、明日からはしっかりと購入していこうと思っています。今唐辛子、和風だし、水でキムチの素を入れたスープに白菜を加えました。ここ何日かと同じものからばかり食べてるので、読者は一人も視聴者は一人もいないんですが、いないんですが一応申し訳ないので同じものばかりですと言葉つけておきます。もし何かの拍子にね、小説が商業デビューできるようなことがあれば、僕の Twitter や Facebook、YouTube なんかを見てくれる人も出てくるかもしれないので、念のために、あくまでも念のためにお断りしておきます。昨日はね、餃子食べたから、一応粉もんですね、餃子も油を焼くときに油を引かずに焼いたからまだマシやとは思いますし、ただその分洋菓子もちょっと食べましたし、ひまわりの種もがっつり食べましたから、どれだけ上下してるか、ちょっと予備で乗った感じは減ってたんですよ。料理作る前に過去に予備検査という意味でちょっと体重乗ってれる分には減ってるんです、不思議と。やっぱ日曜日でゆっくり、気持ちがゆっくりできてリラックスできて、排便がしっかりできてるというのが大きいと思うんですけど、ウインナーともやし入れて
IH の3で炒めてたのを IH の1に戻してます。今からキャベツを入れます。でこれは豆腐と白菜を入れて蓋をして IH の6で加熱しています。思ったよりもきっちり焼けれてるので、そういう意味では何と言いますか、まあ、実際に料理作る前に乗った体重より料理作ってる間に体重が増えてるケースがあるんですよ。それはまあ靴下脱いだりとか靴を脱いだりした時に足の湿度ですね、水分が多いと、湿度が多いと、今の体重計って微弱な電気を流してそれの返ってくる速度とか減弱、電気の量がどれだけ減弱しているかで脂肪とかそういういろんな計算をするんですね。だから足が乾いてくるとかばるんですよ、大幅に。そういう面では料理作る前と後で体重が結構 500g ぐらい違ったりすることがあります。あくまでも僕の経験上ですけどね。そういうことを考えると今減ったつもりで喋ってますけど、これ料理が終わって実際に乗ってみたら増えてたということも考えられます。そうなると俺は詐欺やし、その体重を見ながら料理作ってますからね。特にマヨネーズを使うか使わないかとか、ナッツ類をカシューナッツにするのか、ひまわりのためにするのか、ピーナッツにするのかっていうのは、体重が増えてるか減ってるかで大幅に変わってきますから、詐欺やって言いたくなる、起きるんですけれども、はい、しっかりキャベツを入れました。で、蓋をします。蒸し焼きにしていきます。で、その間にこちらですね、白菜、豆腐、これがまあしっかりとスープに浸かるようにちょっとツルツルとくっついておきます。やっぱり豆腐に味が染み込んだ方がうまいですからね。でそのためには結構白菜がしなしなになって縮んでくれないといけないので、IH の6から7使用にできます。順にして体調のために海苔ですね、口角へ、口の角が切れてますから、ビタミン補給のために海苔、焼き海苔2枚、ドライフルーツ、さんざしはもう食べきっちゃったので、ドライキウイとドライジンジャーです。で、体重ですね、体重を測るんですが、計測用の紙はこれでいいか。よいしょ。はい。料理前に乗った体重と変化してるか。ちょっとドキドキですね。増えてる。料理作る前はね、53.9 ぐらいやったんですけど、54.2kg、11.9、 体重 54.2kg、 体脂肪率 11.9、 基礎代謝1283、内臓脂肪レベル3、筋肉量 45.3、 筋肉量スコアマイナス2、
筋肉量 45.3。 あ、ちょうわ、これもペンや。骨量 2.5。 はい、はい、確認です。記録に残すにはこの1回目ですけど、どれぐらい差が出るかですね。料理作る前はね、 53.9 やったんですけど、笑っちゃいますね。あ、また増えてるわ。54.3。 はい、さて、白菜豆腐にジャケにしました。はい、こんな感じです。はい、ウインナー、もやし、キャベツ炒め、 IH6 に用意しました。で、炒めます。まずこちらキャベツですね、なるほど、入れたんですね。食べるか食べないかわかんないですが、念のためにピーナッツも取っておきます。ピーナッツ食べたら、あ、サムネイルピーナッツですね。ピーナッツ使ったことないですからね。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。